皆さんこんにちは、桜井マンハイトです。平本蓮選手対萩原恭平選手の、ね、解説をしたいなと思います。まあ、萩原選手、ね、すごい、まあ、ネイト・ディアスに憧れて格闘技始めたのかな。まあ、ライジン、ね、まあ、参戦になったね、ライジン22初参戦になったね、白川と対戦し、三男 TK ガチを収めたと。でライジン24ではね、足田に、ブレイブの足田にアムロックで1本負けしてるというふうに書いてあります。で萩原と、平本蓮、今お互い向き合いました。うん、まあ、萩原もなんか YouTube やってんね。うん、まあ、8戦して、5勝3敗ですね。内村雄二郎にも勝ってますね。うん、おで今ですね、うん、で、平本蓮が、まあ、22歳で、まあ、まあ平本蓮は子供の頃から知ってるんだけど、まあ、ずっとね K1 とかやってたんですよね。まあ、総合ではねまだこれがデビュー戦で、まあキックボクシングは、15試合やって11勝4敗ですね。で今始まります。おお、萩原入って右フックってやってました。でテイクダウン、テイクダウンに行ったけど、まあ、それは防がれたね、切ったね。うん、ただやっぱね総合は総合ですからね、これは。うん、今お互い見てる。うん、おお、なんか変な入り方したぞ萩原。萩原が盛んに入ってくるんだけど、うん、うん、おお、膝、顔面に膝ですね、入ってる。おお、バックついてる。うん、平本ちょっと劣勢ですね。まあ、まだ慣れてないからしょうがないんだけどね。おお、平本から、まあ恭平がずっとついてるんだけど、平本が上から肘でテイクダウン、恭平がまたテイクダウンしました。で平本はまたすぐ立とうとするんだけども、なかなか立たせてもらえるかな。もうずっと寝技の展開ですね。もう恭平がもうずっと上で常に平本を立たせない展開になってますね。もう寝技勝負、平本は立ちたい平本立ちたいけれども、前にどうかなって感じじゃない、これ。あ、まだねお互いそんなにうまいって感じじゃないね。まあだけれども、うん、やっぱデビュー戦だけねあって、一日の長があるね。萩原マウント取ってます今。うわ、まで萩原萩原肘上から、うん、何もできてないね今。平本何もできてないよ、もう間取られちゃった。うん、バックつきました。うわ、バックチョークの体勢、結構ね。うーん、でも劣勢になってる平本もね、今動きたいね。ずっと今恭平がバックついてるよ。うわ、もうで肘を上から当ててってる、肘とかパンチ。ずっとバックでついていってる状態ですね今、今回り回って平本は上にちょっとなったけど、上というか寝技の段階で、また恭平がテイクダウン。今またハーフ状態。
ニオンザベリーの状態ですね、ハーフの。恭平、今コーナー際で、決めに行く。やっぱ平本いきなりデビュー戦、ライジンはきついね。ちょっと何もさせてもらえてないね。ほぼ何もしてもらえ、させてもらえない状態です。もう耐える人だね。耐える人になっちゃってる。平本が今攻めてるけれど、まあ平本もちょっと疲れてるね。攻め疲れしてる。やっぱね、減量とかやっぱあるからね。うわー、まあ恭平がチョークですね。ああ、今ゴングに救われました。ゴングに救われた。今チョーク入ったとこでゴングだったな。いやー、これはちょっとね、見ててもね、ちょっとやっぱり平本の昔から知ってるだけね。まあちょっとこれは1ラウンドは完全に恭平ですね。もう疲れてるからとかじゃなくて、やっぱりもう強兵にもうそのなテイクダウンのとの形に疲れちゃうと、もう何もさせてもらえない、そういう状態ですね。うわ、この膝、この四つから、今インターバルのところリプレイ見てるんですけれども、この寝技からのこの膝でちょっと腫れましたね。まあ、1分のインターバルがもう終わります。ちょっと顔のダメージが、平本に、あります。まあ見た目の問題です。まあコーラ折れてないです全然。恭平はちょっとまあ余裕あるかな。まあでも確かに爪疲れ、ちょっと爪疲れはしてるね。もちろん平本も打撃ではね、もうあのまあね、脅威なとこありますよ。大義は左深いありましたけど、恭平今ステップで見てます、よく見てる。今コーナー際、今あの背負ってるのが連だね。恭平が今押してる段階ですね。もうやっぱり常に恭平がもうタックル、もうタックルで、そのテイクダウン対策が全然ちょっと平本まだできてないね。まあこれからの平本期待したいけれども、まだちょっとここのリングに出るレベルっていうか、まあ打撃はもちろん強いのは分かるんだけど、あまりにも対策ができて なさすぎちゃって、今もうマウントで、マウントパンチ、取ってますね。わ、あ、今マウントパンチで、恭平が KO 勝ちですね。恭平が KO 勝ちだった。やっぱ総合の練習しないとね、ちょっときついね。まあまだ平本もこれからですからね。いやー、まあ恭平にしたら、まあ平本はちょっと失礼だけれども、まあちょっとイージーファイトって感じでしたね。まあ当たり前ですよね、初めてそれは練習、あの試合してるんだから、やっぱ練習と試合違うんで、
もうちょっと経験が必要だ。ここで戦うのには。今リング。なんか弱いもいじめしたみたいであんまり嬉しくないって言ってますね。平本君って全部いただきますって。なるほど。すごいね。勝った後もすごい、競泳選手ね、楽しませてくれてるね。リング、パフォーマンスっていうんですか。まあ、22歳ね。あ、すいません。失礼しました。22歳なんで、レンも、これからってことで、まだね、競泳選手、25歳ということで、京選手もまだこれからですね。で、平本に勝ったから、朝倉と、やらせてほしいということで言ってますね。締めくくりました。で、最高の年ですと。ね。はい。じゃあ皆さん、さよなら。